トルクメニスタンの国章は1991年のソビエト連邦の崩壊時に独立を得た後に制定されたものであり、色やシンボルなどにトルクメニスタンの国旗と共通点が多い。エンブレム全体の形はルブ・エル・ヒズブと呼ばれる八芒星でトルクメニスタンの多数派の宗教であるイスラム教を象徴する。ルブ・エル・ヒズブの内部は緑色で、 円は金色であり、中央には赤い円がある。円の周囲は小麦の束が囲み、下には七つの白い木綿の花が、頂上にはイスラムのシンボルである白い三日月と星がある。赤い円の内部には国旗に見られるのと同じ五つのトルクメン絨毯の模様があり、青い小さな円を取り囲んでいる。青い円の中にはアハルテケと呼ばれるトルクメン人の誇りである。 優れた馬の品種が描かれている。1992年から2003年にかけては、ルブ、エルヒズブを使わず全体の形が円形で色も若干異なる国章が用いられていた。5つの伝統的な絨毯模様は、トルクメンの5つの代表的な部族を、また国の伝統的、宗教的価値観を表している。これらの部族とは、テケ、ヨムト、アルサリ、 ちょうどる、サリクを刺す。サリルなど近代以前に戦いに敗れて没落した部族はここでは表されていない。また小規模な部族や部族内部の氏族なども表されない。緑と赤の色はトルクメンの人々により歴史的に崇拝されていた色である。小麦の束はトルクメンの人々が客人をパンと塩でもてなす習慣に由来する。 小麦の束の頂上にある三日月と星はイスラムの象徴であるのと同時にトルコをはじめトゥルク系の国の国旗や国章にはよく登場する象徴である。白い三日月は将来は満ちて輝くという国の希望を表し5つある星はトルクメニスタンの5つの州、すなわちアハル州、バルカン州、ダショングズ州、レバップ州、マル州を指す。 1991年の独立以前、トルクメンソビエト社会主義共和国は、ソビエト連邦の国章に類似したデザインの国章を用いていた。赤い星に鎌とハンマーが描かれ、石油採掘用のリングとパイプラインが大地に立ち、その周りを小麦と木綿の束、ぶどうの房、トルクメンの絨毯模様が配置されていた。また、 バンコクの労働者団結性用のスローガンがトルクメン語とロシア語で書かれた赤いリボンが小麦と木綿の束を巻いていた。